皆さんこんにちは。今回は、少し前に話題になった、ある動画について取り上げます。海外のホテルで、隠し部屋が見つかったというのですが。去年、あるホテルを撮影した映像が話題になりました。まずはその映像をお見せします。クローゼットに向かって歩くシーンから始まり、2つの扉を順番に開けていきます。一つ目は特に異常はないのですが、二つ目の扉を開けると異変がありました。うっすら木の板に切れ目のようなものがあり、そこにカードキーを引っ掛けてみると、なんと扉になっていることがわかりました。その向こうは小さな空間があり、奥へ進むことができるのですが、その先は浴槽の壁にあったガラスレンガの場所です。そして、さらに扉もついているのですが、そこを開けると真っ暗なトンネルが出現し、ここで動画は終わります。このような映像がネットにアップされ、ホテルに隠し部屋があると騒動になりました。映像を見てみると、確かに不可解な部分があり、クローゼットの奥は明らかに扉が作られており、扉として機能するために金具まで取り付けられています。仮に建築した際に不要な空間ができていたとしても、そこに入るための扉を設置する必要はあるのでしょうか。さらに、普通はこちらから開けることができない構造になっていることがわかります。また、扉の先は浴槽にあるガラス張りの壁に繋がっており、忍び込んで覗くことも可能です。さらに、真っ暗なトンネルへと繋がる扉もあり、宿泊客にとってはかなり不審に思うような隠し部屋です。このようなホテルが本当にあったのでしょうか。今回はこの映像について詳しく調べていきます。少し奇妙な部屋ですよね。そもそも本当にホテルの部屋にあったのでしょうか。この映像のみが出回っているので、本当に隠されていた部屋だったのか、映画のセットのような設備だったり、隠し部屋があるというコンセプトの部屋だった可能性も考えられます。まずは書室を追っていきましょう。調べてみると、いくつかこの動画を報じているネットニュースが見つかりました。レディットやツイッターで拡散されたという話が書かれていますが、出どころはあるTikTokerがアップしたものらしいです。日本語の記事もあったので引用させていただきますが、もともとはダイアナという方が撮影した映像で、夫とホテルに宿泊したところ、部屋にあるクローゼットの扉に気づいたと言います。薄暗い空間に恐怖を感じたため、入り込むのはやめたらしく、動画を見たユーザーからは、スパイ活動や人身売買に使われた可能性がある、と噂されているようで、2023年、数件のホテルが人身売買との関連で訴えられたことが発表されたという話もあるそうです。具体的なホテルの情報は明かされなかったようですが、偶然発見した隠し部屋であることは間違いないようです。なので、宿泊客に見つかることは想定していない空間であると思われ、何のために設置されているのか気になりますね。とりあえず、どのホテルだったのかわからないと調べようがないので、映像に映ったホテルについて調べていきます。これについて、レディットでこのような情報がありました。まず、映像内に出てきたカードキーは IHG という会社が出しているものだそうです。調べてみると、同じデザインのカードが出てきますが、確かに一致します。この会社は2003年に設立された会社でイギリスに本部を置く多国籍ホテルグループです。5900件以上のホテルを運営しているのでこれだけだと特定は難しいのですが、イミジャーというサイトにこの動画がアップされた際に、トルコのイスタンブールにあるホテルだという情報が書かれています。さらに、その中でホリデー・イン、というホテルだという情報があり、確かに IHG が運営しているホテルです。Google マップに投稿された写真を確認してみると、映像に映り込んだ部屋と一致する写真が2枚ほどあります。特にわかりやすいのがこの写真で、特徴的な浴槽が同じですね。このことから、IHG が運営する、トルコにあるホテルで撮影されたものだと思われます。先ほどの記事で数件のホテルが人身売買で訴えられているという情報がありましたが、
このホテルが過去に人身売買関連で問題になったという話は確認できませんでした。確かにホテルに関して人身売買が問題になることが多いのですが、売春行為などを含めて、そのような場になりやすいのがホテルだということで、売春行為に加担した容疑で何件か訴えられています。IHG は逆にそのような行為に反対する声明を出しており、対策はしっかりされているようですが、世界中で何件も経営しているので、ホテルのオーナーが異なっている場合などもあり全て目が行き届いているわけではないでしょう。ただ、ホテルが人身売買容疑で訴えられるケースはあるものの、隠し部屋が関わっているケースはほぼないと言っていいと思います。なので、この隠し部屋については違法行為に使われるものであるか微妙なところで、ネットでよくある説としては、古い建物であるため、改築した際に不要な空間が生まれたのではないかという説です。このホテルの情報を調べてみると、2010年に最後の改築を行い、最新の設備と施設を備えている、という記載があります。また、レディットによれば、例の部屋は510号室であるという情報がありますが、この部屋に泊まった人のレビューを見ると、快適だったが、朝8時半頃に内窓のすぐ外でアングルグラインダーが動き出していた、と書かれています。内窓がどこを指すのかはわかりませんが2017年のレビューなのでその頃にホテルで工事が行われていたと思われます。ですので、ホテルとして運営されてから定期的に改築を行っているようですから、今回の隠し部屋は改築の中で、不要になった空間が封鎖されていたのではないかと考えられます。イミジャーには映像にはなかったトンネルの内部の写真もアップされており、ここは単なるコンクリートに囲まれた部屋でした。おそらく、もともとは広い空間で、そこに壁を設置して現在の部屋になったのではないかと思われます。電気系統などの設備が外側にあるためにメンテナンスなどで、そこへ侵入できる扉が残してあるのかもしれません。ただ、宿泊客にバレているので、もう少し見つかりにくくなる工夫をした方が良いのではないかとは思いますね。いかがでしたでしょうか。不要な空間が残っているのはよくあることらしいですが、宿泊客にバレて、さらに浴槽へ繋がっているとなるとちょっと嫌な気分になってしまいますね。とりあえず、騒動になってからホテルが訴えられたという話もなく、書室である TikTok の動画が削除されているので、ホテル側が何かしらの対処を行った可能性もありますが、事件性はないのではないかと思います。